こんにちは、クリスピーチと申します。今回はアムステルダムツアー後半戦、ホネクッパカップのベストスコアの動画になります。まずは前回のリーグ戦の結果ですね。前回の結果は、はい、16位でした。カスタムが全体的に弱すぎてどうすることもできませんでしたね。せめて15位だったら3カ所もゲットできたんですが、それすらも及ばない感じでしたね。それでは本編の方をどうぞ。はい、ではまずはアムステルダムブルーム R からやっていきましょう。久々にピーチバケーションがここのコースの最適性になったので使っていきましょう。はい、いきなりコインボックスフィーバー出てくれたんで、まっすぐ走りましょう。特に赤コイン中心に回収できるといいかな。で、次のアイテム割ったらジャンプアクション入れて右取りでコイン3枚。またまた箱出てくれた。で、ここは遅めに解放、ジャンプアクションを全部入れた後に、で、僕はここの平地で使いましたね。で、コインもそこそこ回収して右取り入れて左に壁ゴンします。人的テーグライダーでも何とかつながりますね。コイン1枚取ったら着地した後すぐ右取り入れる。青いポールの少し手前でターボ解放で左取り OK。 1ラップ終了時点でアクション数が100超えてるので、このまま走っていきましょう。やはりまたまた箱出てくれたんで、最後のジャンプ台に乗り終えたらすぐ使ってまっすぐ回収。サンダー振ってコンボ途絶えちゃいましたね。まあまあ、このままやっていきましょう。箱このタイミングで使っちゃって、本当は車体の大きさが戻ってから箱使うのがベストでしたね。まあいいや、今回は箱出なかったんで3枚目取り終えたら解放して右にもう1回壁ゴングライダー乗って、ここはコインの間隔が広いので確実に1枚を取っておきたいですね。着地したら右取り入れてカーブの手前でターボ解放、左取り1回、そして2回入れてフィニッシュです。コインボックス単発が何回か出てくれて、アクション数も200近くいったので、とりあえずこれでいいでしょう。はい、では続いてサンセット荒野 RX やっていきましょう。このコースはホネクッパが最適性でレベル6なので、高得点目指してやっていきましょう。いきなりコインフィーバー出てくれた。僕は初手でフィーバー出すようにしてますね。1オロプの穴でできるだけゴリゴリアクション入れて、ラインも調整しつつコインしっかり回収します。このコース自体はコンボはつながりやすいですね。赤い台越えたら右取り入れてコイン3枚、3枚回収したらターボ解放、ジャンプ台乗って手前のデコボコでジャンプアクション2回で、こんな感じで。チョロプ7はアムセルダムブルームと違って移動式なので、着地地点よりも少し後のデコボコをめがけて走るとたくさんジャンプアクション入ります。アイテムと同時にターボ解放でジャンプアクション2回、砂の山の部分でジャンプアクション、ジャンプアクション入れる前に解放したら左取り入れて解放、コイン3枚で緑コーラフィーバー出ましたね。でここでフィーバーが出たら探検家兵法にぶつかって、ちょっとラインずれてる、全然 CPU に当たってないけど、まあまあまあ、コース終盤のジャンプアクションは走る位置なので回数変わってくるので、その都度調整してできるだけ多くジャンプアクションを入れて壁ゴンも入れていきたいですね。コインフィーバー1回とプラスアルファだったんですが、このコースはもう少し粘りたいですね。はい、ではラストアムステルダムブルーム X やっていきましょう。適性はグライダー以外は揃ってるんですが、レベルが低くてポイントブーストもないので、とにかくフルコン目指して走りたいところですね。はい、初手でコインフィーバー出てくれた。グライダー乗ってる間はミニダーブやジャンプアクションが減らないので一番お得ですね。着地したら左寄ってコイン取って、アイテムと同時に左取り解放、もう一回左に壁ゴン、そしてコインが出ればつながります。コンボタイムを利用してターボ解放、もうちょっと右に寄れば壁ゴン入ってつながりましたね。コイン全然拾えない。でここもしっかりジャンプアクション入れて、終盤入ったらこんな感じで右通ってジャンプアクション2回3回、列車にぶつかって車台を垂直にしてジャンプアクション2回で、これで計6回入りますね。このコースジャンプ台結構あるんですが、コインが短いので稼ぎにくいコースですね。ここは2回目のジャンプ台に乗る前にターボ解放、もう1回解放したかったんですが、なくともつながってますね。コインもしっかり取って、
あーサンダー降っちゃったんですが、滑空中なんでコンボは届いてないですね。コイン取ったらコンボタイムギリギリで左に解放、もう一回ターボ解放して、ここはコインが出ればつながってましたね。しょうがない、ミドルコーラ出たんで前方のクリボーに当ててアクション数増やせるといいかな。ここはコイン欲張ったせいで1枚も取れてない。ジャンプアクションで気流にも乗って白線の上のあたりでターボ解放。あーちょっと走り乱れちゃった。ジャンプアクションミニターボ、ジャンプアクション2回入れてフィニッシュです。コインフィーバー1回のみなんですけれども、キャラがレベル1なんでこれをベストスコアとします。ということで今回はこの辺で終わりにします。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。